東京都日野原村藤倉地区、風原林道へと続く坂を登る自転車。ヨーロッパでも屈指の激坂として知られる、モルティローロ峠劇坂とは、自転車愛好家を中心に用いられる言葉で、ある程度の訓練を積んでいないと自転車で登りきる、ことが困難あるいは不可能な坂を指す。明確な基準はないが、ある程度の長さがあってシャドウは、 そこそこのものと、距離は短くシャドウが急なものとに大きく分けられる。後者には、乗り方や機材によっては、リアタイヤがスリップしたり、フロントタイヤが浮き上がってしまうようなシャドウのものもある。舗装、未舗装、一般道路、競技専用コースといった違いは一般に問わない。ツールドフランスに使われる坂の中でも、最も有名なラルプデュエズ・ロンド・ファン・フランデレンの壁。 コッペンベルグこの単語がいつ発生したのかは定かではないがいつの頃からかスポーツとして自転車に乗る人々の間で用いられるようになりやがて一部の自転車愛好家の間で特別な意味合いを持つようになっていくすなわち激坂愛好家の出現であり激坂情報の収集と情報交換ヒルクライム競技とは異なる形での激坂タイムアタックの成長などが見られるようになった もともと自転車ロードレースにおいて、途半は重要な要素である。特に、ステージレースで途半を主体とする、山岳ステージは、個人タイムトライアルと並んで、総合優勝の行方を決定的に左右する。こうした山岳コースの中には、モルティローロ峠、EN、パッソデルモーティロロや、ノリクラスカイライン、富士山などの定番コースが多数存在している。日本では当初、 自転車製作のハムをイギリスに求めたことから、サイクリングにもイギリス式のクラブモデルが使われた。この車種は平地の舗装路を改装することに重点を置いた作りであった。しかし国土に山岳の多い日本において、ある程度以上の長距離サイクリングには、峠が付き物と言ってよい。こうしたことから本格的にサイクリングが広まると、山岳を意識したフランス車を手本とし、 日本の事情に合わせた設計のランドナーに代表されるツーリング車が好まれるようになった。パスハンターのような専用モデルも登場する。また、峠越えというサイクリングの形態もこの頃には定着する。これら登山道路や本格的な峠に加え10%を超えるような急峻なシャドの坂道までもが制覇すべきコースとして認知されるようになった。自転車専門誌に 全国の激坂紹介記事が掲載されるまでになり、激坂情報を専門に扱うウェブサイトは、媒挙に暇がない。和田峠や矢光峠のタイムアタックに見られるように、個人が自分の走破タイムを専門ウェブサイトに申請して、競うというような楽しみ方も発生している。ありがとうございます。